はい、こんにちは、下川チャンネルです。本日はこちら、はい、来ましたよ、お久しぶりのスラッシュリパーということでね、チャパシティさんの高レート1/2スラッシュリパー1つ3000円のものを、購入制限マックスの3つ、計9000円分購入してまいりました。いや結構ね、コメントでもね、久しぶりにスラッシュリパーやってくださいよ、チャパシティさんのやってみてくださいよっていうコメントね、多々あったんですけど、なかなか私がね買おうと思ったらすぐにね売り切れてたりしてて、なかなか買えなかったんですけど、ついに買えました、ありがとうございます。ということで今回の当たり一覧はこちら、たくさんありますね。今回もフェアリーライフの初期プロモだったり、フェアリーライフの GP プロモかな、そしてニコルボーラス、トアの流星カイザークリーメモのプロモ、ドキンダム X の文字式レッドゾーンの銀縮プロモ、他多数今回もあるんですよ、というこれらがね、まあ一つ3000とお高いのですが、2分の1という高確率で出るというオリパになります。ということで本日はこちらを開封していこうと思います。では1パック目、このねスラッシュっていう、ここ表表紙を開いたらそれに書いているもののカードが2分の1で、ということで1パック目はエメラルーダですね。エメラルーダのビクトリーロードのプロモですね。これが2分の1で出るかもしれないという3000オリパになります。はい、王で早速表面がデビルモモ、多分ね真ん中に入ってたはずなんですよね、ここのは。ということで、ああですよね、後ろカームクローラーなんで、真ん中はエメラルーダなのかそうではないのか、いかに、はい、おー残念、一発目からはねなかなか当てれませんでしたけど、キングオブカイザーガイアールということでね、あのガイアールがアウトレイジになったビクトリーレアです。はい、まあなかなか強力ですからね、これもアウトレイジのカード出しと組んだら。ということで2パック目はこちら、おー両手スジャッジ、確か前回か前々回にチャパシティさんでこれを買った時にもお両手スジャッジ当たったんで、もしかしたらこれねさっき外れで次こそはということでお両手スジャッジ当たるかもしれません。おー来た、お両手スジャッジ、すごい、なんかチャパシティさんとはこのお両手スジャッジで運命がありますね、ありがとうございます。今しかもねお両手スジャッジちょっと高騰してるらしくて、前までは3000円前後だったんですけど、今4000円ぐらいいってるはずなんでね、ありがとうございます。ということで続いて3パック目、おー、クリスタルメモリーのプロモ、なるほどね、まあ、確率だとここ外れ、まあ外れでも当たりでもおかしくない、どっちでもおかしくないですから、3つ目なんでね、ぜひともここ当てていきましょう。後ろがアッポーチュリス、まあ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 、ということで3パック目クリスタルメモリー、どうかぜひお願いします。来た、来ました、ありがとうございます。クリスタルメモリー、ちょっとフライングして開けてしまいましたけど、クリスタルメモリーのプロモありがとうございます。いやー来ましたね、これで高額プロも2枚来ましたよ。いやこれ2枚9000円はお得ですよ、普通にね。これクリスタルメモリー多分1枚7000円、もうちょっとするのかな、多分7000円以上するんで、これはバックアドです、ありがとうございます。はい、ということでチャパシティさんの高レート2分の1スラッシュリパー1個3000円のもの9000円分開封した結果はこちらとなりました。いやー今回絵がすごいですね、開封結果がすごすぎます、ありがとうございます。まあ残念ながらね、こちらのエメラルーダは当たりませんでしたけど、それでもねこのクリスタルメモリーとオリオティスジャッジ、そしてガイアール、ありがとうございます。普通にこのアウトレンジの方のガイアールもね普通に使えるいいカードなんでね、これは嬉しいですね、ありがとうございます。まあ3000円だとねこれ1枚はちょっと厳しいんですけど、やっぱりこちら2枚ね、多分2枚でも1万円以上の価値あるんで、ありがとうございます。いやーやっぱりチャパシティさんはね、この動画的にも絵になりますし、当たったら当たったですごいこの豪華な絵がね作れるんでね、これからもお世話になります。ということでね、皆さんも良ければ1つ3000円とね、ちょっと高額ですけど、まあ1つ2つ買ってみるのいかがでしょうか。ということで本日もご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録&高評価ぜひよろしくお願いいたします。以上、下川チャンネルでした。またね。